うもシンガーソングライターの関口ゆきです。さあ今日はお家で弾き語りナンバー12かな、12かな、ナンバー12でございますけれども、今日はですね、静かなるファイターという曲をお届けしたいと思っております。静かなるファイター、これはまだ音源化しておりませんが、先日ですね、レディオベリー関口ゆきのいちご通り十文字、毎週月曜夜8時30分放送中でございますが、そちらでリスナー様からのキーワードで誕生した曲でございます。いただいたキーワードは、昨年から、現在にかけてのなんかこうゆきさんのを曲にしてみたらいかがですかということで、まあ、ちょっと私はいろいろ音楽をやる環境だったりとかがちょっと変わったりして、まあ、そこそこいろいろあったんですけれどもね。そして、まあ、このコロナ禍におきましても、まあね、いろいろあったりもするんですけれども、まあ、その過ごしてきた期間の中で一番こう自分の中で、まあ、いろんな感情には翻弄されたんですけれども、強くこう浮き上がっていた感情が悔しいという、そういう気持ちがあったんですね。でもそのために負けるもんかと、そういう気持ちで参りまして、そして静かなるファイターという曲を作りました。どうぞお楽しみください。顔で笑って密かに心で戦う我らは静かなるファイター。負けるもんか、他人の言葉に一喜一憂で、やることなすことせこい気がする。最近の私、通りすがればセンセーション、西へ東へ大移動、獲物を見つけちゃロックオン、火の見やぐらさえ大炎上、踊るアホに見るアホ、素通りするのがプライド、そのくせ気になる続報、どんな読まない